マブカ、サブちゃん、姉ちゃんがいなくなっちまった。方向堂から暇を出されて姿が見えなくなっちまったよ。百両という値のつく、あの金蘭の切れがどうして足の道具袋に入ってたのか。無実の逃げに盗人の帯を着てただけでは足りず、ゆすり高いのように扱うのか。平次さんが盗みなんて。姉ちゃんは絶対そんなことできねえ男だ。姉ちゃんはな、金蘭の切れなんか盗むはずがねえんだよ。誰かがやったんだ。サブ、サブという人が風邪をひくなと言っていた。また来るそうだ。女同士だと分かることってあるわよね。すごいよね、命がけ。 A さんのおかみさんになりたかった。 A さんのおかみさんになりたい。 A ちゃんと一緒に巨人をやりてんだ。 A さん、オラだよ。 A ちゃん、サブだよ。そんなやつは知らねえ。忘れちまったのか。方向堂で一緒だった。 A ちゃん、また来るからな。帰れ。もう復讐しか考えてねえ。お前の原型方面の嘆願書だ。人足100人以上のな。俺、 A ちゃんを放っておいて逃げるわけにはいかねえ。誰かが俺を騙しやがったんだ。友達大事にしちゃ悪いんだ。